今の白い騎士を見たか。はい、はい、お待たせしました、陣内です。アサシンクリードブラザフと続きをプレイしていきます。今回はロムルス教団の基地的なところですね。普段はこれカメラ回さないで攻略しているんですけど、一応今回がラス1っぽいのでちょっとカメラ回して撮っていこうと思います。どうだ、こっちかな。後継会エリア、どう行けばいいんだ。ベネディカートボスオムニポテンスデスパーテル、この数はやばいぞ。スピリトゥスサンクトゥスアーメン。いてこいつらはデオグラディアス、普通のカトリックじゃないのか。あいつがターゲットだ。集団に紛れ込まないと。なかなか難しそうだな。よく鷹の目を使ったからってターゲットがわかるよな。バロア男爵が死んだそうだぞ。そんな誰？バルトロメオ・ダルビーノが強行に反旗を翻したに違いない。チェーザレにとってはあの時か、何かまパンタレシアをさらったフランス野郎か。さてどこに行くんだ。噂だが強行の懐は火の車だそうだ。まさか、ゲイカがお金にお困りになるんだ。いざとなれば裕福な枢機卿を亡き者にすれば済むことですし。恐ろしいこと言うなこいつら。よし、さてどこに行くんだ一体。え、そんな離れてないでしょ。エッツィオ・アウディトーレだそうだ。え、銀行家を暗殺してのけた男の名だよ。バティカンの広間に堂々と姿を現しても誰も手出しできない凄腕だそうだ。大した奴がいるもんだな。チェーザレの時についに終わり教会も昔の栄光を取り戻すかもな。説教の原稿を書いて聖書に置いといてやるからありがたく思うがいい。もっともらしく語り聞かせるのだぞ、情熱的に。信者たちは私たちの言うがままでございます。何せ神の命と思っていますから。結構、鍵は持っているか。はい、ご主人。主がそなたとあらんことを。あなたにもご加護。まったく、あの鍵をいただこうって話だろ。どうやって、
ここが開くんかい。なんなんだよもう。アサシンめ、貴様になどやられるか。なんだったんだ俺のさまよいは。まったく手間かけさせやがってこの野郎。天が近づく、アサシンよ、貴様からは離れられる。実に喜ばしいことではないか。それがただの幻想だということを思い知らせてやる。これ降りていいのかな。お、そう行くのね。これ降りたら落ちたらめんどくさいぞ。あれ、なんで登らないんだ、なんで登らないんだ。出たよ、操作がやりにくいやつ。おーしよし、これちょっと怖いな。じゃあこっち行けばいいのか。ではないっぽいな。行き過ぎてピューンってならないか。もう超怖い。おお、水の表現がでもやっぱり相変わらずあんまり。水の表現はスプリンターセルとかのが綺麗だよね。同じ UBI でも。お、大丈夫か。すでに汚れているわ、お前のせいでな。ん？こう行くのね。なんだこれは。光っているから何かかと思ったら。ほら、やったー。小賢しい真似を。これ楽しいんだよね、この単純なターザン。こっちかな。ほら、やったー。落ちないか、怖いな。うわれー、あーうち、そんな。どうやら神は私に味方してくださるらしいぞ。本当にそうかな。ターゲットから離れないこと？そりゃそうだろ。分かってるよ、そんなことは。ほら、やった。ここを登るのね。またしても小賢しい真似を。どうするんだ？ほら、やばい。ちゃんと待っててくれるのね、ありがとう。優しいな、なんだかんだ言っても。一体お前の望みは何なのだ。お前の命だ。ロムルスの信者を操っているのは強行だな。あれ、基本的にあの UBI ソフトのゲームは分かりにくいんで。ああいうことがあります。あのね、私が今までやった中で一番分かりやすい妖芸は、そのナビゲーション的な部分が一番丁寧な妖芸は、あのノーティードックスのゲームスター、あのアンチャーテッドとかラストバスとか。一体お前の望みは何なのだ。ああ、そこにそれがあるのね。ロムルスの信者を操っているのは強行だな。そうとも、あの連中は愚かだが、我らは悟い。だがそのおかげで、民衆は教会の意向にすがりつく。悟いとは言わないのだよ。これは幸運。ああ、なんと恐ろしいことを。かわいそうに、奴は死んでしまったんじゃないか。仇は取ってやる。ん？こっちか。
覚悟を決めたらどうだ。あんと愚かな。貴様が戦いを挑んでいる組織こそ人々が秩序を崩壊させることを防いでいるのだぞ。そんなものは秩序ではない。ない。痛い。ファーストフラットを取られたな、この野郎。どこやってこい。ほら、クソ、やるじゃないか。ほら、眠れ眠れ。素手で行こうじゃないか。クソ、ほらほらほら、眠れ。ほら、目を覚ますんだ、目を覚ませ。ほら、痛いかこの野郎。キック、キック、キック、痛いだろう。股間を直撃。ほら、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 ほらしか言ってない。そろそろ、そろそろ疲れたんだが、ほら、かかってこい。で眠らせた。さーて鍵をいただこうか。眠れ、安らか。安らかにな。いただくぜ。あそこから出ればいいんだな。まあその前にだ。お宝をいただくぜ。あれ、これだけお宝。とりあえず外に出れた方が良さそうだな。わあ、高い。お、でもまあいいか、とりあえず出るか。おお、まだまだあるってわけね。よし、このお宝もいただこう。いただきます。お邪魔します。これこれ、よし。今回は早送り多くなるかもな。よし、インタラクト。ローマに戻る。お、待って、手紙。緊急告知、チェーザレ係、詐欺の説法の訂正が指示されました。アサシンを攻撃すべしという、お、解読を実施中。これで、あの巻物が全部集まったので、あれがあるんじゃないかな。一番最初、このロムルス教徒のなんかの時にあったと思うんですけど、なんか6つ集めるとお宝がもらえるみたいな、あれがもらえるようになるんじゃないかな。暗号解読中ってなったのが気になるけど、よし。さっきのやつだ。さて、お、いけるね。いけるねっていうか、まあ最初からいけたんだけど。
それで一番最初に行ったこのロムルス教徒のアジトに乗り込もうぜっていう話だね。ここからは早送りでご覧ください。はい、ということで、ここが噂のアジトかな、アジトっていうかお宝かな。まずはお宝を、普通に周りのお宝をゲットして、反対側か。 OK。 おお、あの鎧は、狼スタイルか。ちょっとムキムキだな。ちょっと笑っちゃうんだけど。これはちゃんと強いのか？他のお宝ももらえばいいのに。これ今まで持ってたのとは違うの？よし。あ、これは今まで持ってたのと違う。まあいいか。OK, OK。ということで、今回の動画はこれで一回終わりたいと思います。いやー、ついにこのね、ブラザーフットでの秘密兵器を、秘密兵器っていうか、秘密の鎧っていうかを手に入れることができました。ちょっとグラフィックが荒い気がするけど。なかなかごついな。もうね、物語は佳境みたいなんで、佳境、だから駆け足になってくんじゃないのかな。この辺のサブミッションとかもね、まあクリアしたいっちゃしたいんだけど、話も進めたいしね。結構これ量が多くて、サブミッションの量が。もうね、ここと、このエリアの、宝箱とか、旗とか、羽とかを全部集めたんですよ。地図をこの美術賞で買って。これがもうすげえ大変で。まあ、ここまだですけど。もうだいぶ心が折れてきて。サブミッションちょっと
もうくたびれちゃってますね。あと暗号、結局あの16号の暗号ですね、全然まだ見つけてなくて、あれもやらなきゃと思ってるんですけど、まあ、ということで今回一回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。